はい、レオンジャドです。事前の予告通り12月3日からアナザーライドウォッチセットボリューム2が予約開始になっておりますので、これ速攻ボリューム1完売したから急いでポチろう。そして画像が公開されてなかったアナザーライダーがどれかっていうと、アナザーゴーストとアナザークーガー、この2つが黒塗りになっておりましたが、それが公開されてここにいますね。アナザーゴーストかっこいいし、本編でも登場したけど、でもこれまでのアナザーライダーからするとそこまで装飾がガチャガチャついてなくて割とシンプルめなんですよね。アナザークーガーに関してはフル CG の巨大モンスターで、これは映画に登場するそうですから、どんな風に大暴れするんだろうね。で、画像としては全部ちゃんとスーツ造形のものが描かれて、まあ画像が使われてますね。じゃあしっかり見ていくとして、大好評につきアナザーウォッチが2弾発売決定、6人のアナザーライダーに変身。これさ、でももうこのプレートから分かると思うけど、前回のボリューム1同様にベースが1個で、そのプレートを付け替えることで6体のアナザーライダーになりきれますよって形だから、ずらっと並びようと思うと6個必要ってことだね。まあその場合、このアナザーライダープレートがめちゃ余るような形になりますが、ボタン操作で光るアナザーライダーの名乗りオン、変身オンが発動。これはボリューム1にあった説明と全く同じですね。で、あ、こんな説明だったっけ？360度回転でエビルの表記が出るのと、オリジナル変身音が鳴るそうです。これさ、ディケイドライドウォッチ使ったらさ、なんか急に中間パワーアップフォームのアナザーボイスが鳴ったりとか、そういうことないのかな。てかこのプレート部分のクーガー、アナザークーガー画像とかもすごいかっこいいな。で、付属のカバーを付け替えて6種類のアナザーウォッチを再現。まあ、お得はお得ですよね。1個買えば6人分楽しめますから。まあ、要は音声がこのベースに全部収録されてるってことですよね。で、アナザーゴーストウォッチ顔こうなっててね、で、アナザークーガー、アナザーダブル、アナザーデンオー、まあこの辺も要はクーガーダブルデンオーに関しては映画関連ですよね。で、アナザーガイムかっこよかった。で、アナザーオーズダンクロトね。ここでもまさかダンクロトが登場するとは。そして定価は3560円。うん、なかなかお買い得感やっぱあるな。で、発送が5月。おお、結構待つね。6ヶ月半年待ちか。はい、今一度各アナザーライダーのプレートを見るとこんな感じ。アナザー電王とかもこのプレートかっこいいな。予約受付で終了は1月28日ですが、前回ボリューム1が 2,3 日で確か完売したので、どちらにしろ急ぐべきですよね。で、アナザーダブルが左右で表情が違うっていう風によく言われてますけど、あ、ほんとだ。笑ってるのと悲しんでるのと、ちょっと表情が変わってるんすね。まあ、ダブルのあの、最終回、最後の変身、最終回の前か、最後の変身を表してるんじゃないかみたいな、いう風に考察してる方もいらっしゃいましたけど、さすがにそこまでは、モチーフにしてないと思うな。じゃあ、6つだね。しょうがないよね。本体1個しか付いてないから。じゃあ予約します。いくらなる？高え！ 21,380円。まあ買いますよ。でも2万円か。デラックスアナザーウォッチに。普通に買えばね、3,500、600円で済むんだけど。まあ、しょうがないか。注文。はい、レオンチャンネル、デラックスアナザーウォッチ、ボリューム2をポチりました。で、分かってはいたけど、やっぱネオディケイドライバー、速攻初日で完売して、今もう二次受注で、3月発送から5月発送にね、伸びちゃいましたが、二次受注始まっておりますので、買えなかった人たちは急いでポチりましょう。早かったね、24時間持たなかったね。もう当たり前だよね。他には特に、言い切ってないから、そう、ナラティブもさ、見に行ったけど、めっちゃ面白かったんだけど、ナラティブやばいっすよ。1時間半によくそのストーリー詰め込んだなみたいな。3部作とかをね、1時間半とか2時間で見たみたいな濃さで、めっちゃ面白かった。次ね、センハサもやるから来年も楽しみだな。あ、これ出るんだ。あ、デフォリアル、そういえば、ダブルが届いてたから、レビューするわ。ただ、クーガがね、微妙だったんだよね。作ってるとこあれだっけ？バンダイじゃなかったっけ？確かそんな感じだったよね。あー、ジオ出るんだ。買うわ。あ、そっか。まあでもちょっとダブル見てからかな。ちょっとこれポチるのは。
で今回も発光ギミックがねあるんだよね。これ結構ねパーツが一体成形になっててちょっと立体感がいまいちなんだよな。2月発送早いけど、これあーでもフォトンブラッドとか光るのか。でもフォトンストリーム発光にはブラックライト、おーあーなるほどね、光るのは複眼のみって感じなのかな。要はあの限定版のアーツみたいな感じだ。かっこいいけどな。ちょっとダブルレビューしてから決めよう。それ以外は特にないけど、なんか V 作戦のマニュアルクッションちょっと欲しいかも。親父が熱中するわけだ。あのそう、僕なぜかあれだな、オリジンの最終章まだ見てなかったんだけど、この間見てめっちゃ面白かった。最終章が一番面白かったかな。あの作画クオリティでそのままガンダム本編やんないのかな。あ、なにナラティブのヨナのブルゾンとかあるんだ。欲しい。連邦軍の3万高いな。でもめっちゃまんまだ、そのまんまだ。ヨナもねかっこよかったし、ナラティブほんとかっこよかった。いろんな武装をちょこ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 変えて。プレ版としてはそんなところなんだけれども、アルティメットルミナス3はもう速攻で予約しました。これもね不意に売り切れたりしますからね。で重要な情報といえばこれですよ。2月28日に発売するフート探偵の最新刊の5巻が限定版が出るようで、まあ、4巻も面白かったし、ついにあのドーパントがね絡んでくるんじゃないかみたいな。てかときめさいいね。いや最初新キャラが何、なるみ探偵事務所に新キャラいるみたいなところはねみんな思ったと思うんすよ。なるみ探偵事務所って言ったらもうね、所長がいて、フィリップがいて、翔太郎がいて、もう完成されてるじゃないですか、あの3人で。そこに新キャラ入れてきて大丈夫って思ったけど、最高漫画版の新キャラのときめ最高だし、いやーね、うまくエッセンスになってるよね、新しい物語の。最新刊でもね、ファングジョーカー活躍してたけど、これだって、その限定版にデラックス、ファングジョーカーのライドウォッチがつくんすよ。しかも、ファングジョーカーだけじゃなくって、これデラックスですからね。デラックスがついた、あ、横の子年号状態効果。で、あ、そうそう、これガンバライジングカードが、フート探偵絵になってるんすよ。のサイクロンジョーカーになってて、これはじゃあバースト面がファングジョーカーになるとか。ああもう出てる出てる、おーすげえすげえ、後ろもファングジョーカーになってんじゃん。これがつくとちょっと高いんだよね。これが漫画本、あ、ちょっと画像もう一回見ていい？わすげえわ、めっちゃかっこいい、この暴走してる感。フルカラーバージョンのさ、あの漫画出ないかな。たまにあるじゃん、発売してから1、2ヶ月後にカラーバージョンとか言って配信のやつとかが、ああいう風に出て、ちょっと白黒だとどうしてもさ、やっぱ未だに見づらいなって思うとこがね多いんだよね。フルカラー、これ色塗り、この方すごい綺麗だから、この色塗りでフルカラーの漫画見たいな。定価が4860円、高いんだよね。高いな。デラックス漫画が700円ぐらいでしょ。ってことは、あのこれ4000円でガンバライジングカードと、このライドウォッチなわけだけど、ライドウォッチってプレ版限定のね、グリスライドウォッチでも1600円とかだったから、ガンバライジングカードがついてプラス100円だとしても、まあ高くてもプラス2000円で2700円とか2800円ぐらいが妥当な金額だと思うんだけど、4860円って、よっぽどなんかすごい豪華化粧箱に入ってくるとか、そういうことなのか、公表されてないアイテムが入ってるのかとか、そういう感じでもない限りはやっぱちょっと割高感あるかな。普通に考えたら定価2800円ぐらいだもんね。これでなんか騒動の何かがつくとか、何？ガイアメモリ？ドーパントの。あのドーパントのガイアメモリがつくとか、そういうのだったらもう全然5000円ありなんだけど。まあ、どうなんだろうね。今のところは特にそういうことは書いてないけど、僕はもうね、Amazon で速攻、ファマゾンで速攻予約しましたんで、あとは2月28とかね、届きますんでね、届いたら、このファングジョーカーのライドウォッチはレビューしたいと思いますけれども、今のところはね、まだ普通に予約できますけど、まあ多分どうだろうね、もう間もなく、まあ発売日近くなったら、まず入手、普通に予約入手不可能じゃん、大体こういう限定版のやつって。なので、買う
か迷ってる人は、まあ、とりあえず予約しておいた方がいいと思うな。でもサイクロンジョーカー来てファングジョーカー来てるから、エクストリームのライドウォッチもどっかで発売してほしいですよね。ということで現状まだ買えますが、アナザーウォッチセットのボリューム2が予約開始になっておりますので、概要欄にリンクを貼っておきますから、ボリューム1ね買った人は早めにポチっておきましょう。以上レオンチャンネルのポチりました動画でした。